はい、皆さんこんにちは、名倉博康です。今日はですね、またまた沖縄スタジオからなんですけども、またもうちょっとね、天気が良くなってくる時期が来ると、ビーチとかね、そういうところからもちょっとお届けしたいななんて思っておりますのでね、そちらの映像も、ぜひ楽しみにしておいてください。で、今日は、前回のねコミュニケーションの動画に引き続き、第2弾ということでね、そちらは概要欄の方にまた貼り付けておきますのでね、ぜひご覧ください。で、今日はですね、この、コミュニケーションを取っていく中で、どうしてもこううまくいかない、ね、なぜか自分が一言を発したら相手がこう塞ぎ込んでしまう、また自分自身が相手に言われたそんなにね、ひどいことを言われたわけではないのに、うっとこう思っなんかねこう衝撃を受けてしまって、言葉が出なくなってしまうとか、ね、そこからもうなんか言われっぱなしになってしまうとかね、まあ、逆もありますよね。言う側は、相手が黙ると余計とヒートアップしてしまう。もっとこうね心開いて話してくれよみたいなね、まあそんな感じで言われてしまったりとか。だけどもう何を言われてるか分かんない、どうしたらいいか分かんないみたいなね、まあそういうふうになる方も結構いると思います。まあ特にパターンとしては多いのはね、男性がこうわーっとこうまくし立てるように話していって、女性がそれに対してこう言葉が出なくなったりとかね、まあそういうパターンですね。まあそういうパターンが繰り返されていくわけですよね。喧嘩もいつも同じそういうパターンになってしまう。毎回毎回どうして同じ繰り返しなんだろうと、ね、そういうこうパターンを分かっていくことができるのが高次元の位置から俯瞰したこうそのミロスの位置なんですね。高次元から見るとどうしてそういうパターンになってしまうんだろう、どうして繰り返してしまうんだろうっていうことがはっきりとこう見えてしまう。だから終わらすことができるんですね。やっぱりね、人間ってこう会話って、まあ、非常に楽しいものですから本来はね。だから、まあ、前回も言いましたように、まあ、たわいのない会話、まあ、そういうのは楽しいですよね。例えば女子会とかでこう自分に向けられない、ね、一方的に話していく、ね、ような会話、ね、で相手がみんなこう共感してくれそうでね、もう旦那なんかそうだよねって、そういうとこあるよねって、ね、うちの旦那なんかさみたいなね、まあそうやってこう共感していって、なんかなんとなくこうすっきりするっていうね、言いたいこと言えてすっきりすると。でも帰るといつもの旦那が家にいるとかね、でまた女子会しなきゃいけないと、ね、またたまには旦那と喧嘩になってしまうと、同じパターンでなってしまうというね。だからどうしてそうなるのかって、これはねやっぱりね、一言目からうまくいかないようになってるわけですよ、ね、だってお互いにこう相手のことをこんな人やって思ってこう話してるわけですよ。それって本当はね違うわけですよ。だってその人の一面を見ただけですよね。これはもう本当のミロスの位置から言った話ではないですよ今日はね。ただそのまあ簡単なねミロスの入り口にまでまあ、なかなか来れないなっていう方もやっぱりいらっしゃるわけですね。まあ、例えばカリキュラムを受けましたと、すごく理解できました、すっきりしました、だけど家に帰ったらまた同じようになってしまったっていう、まあ、これはねとっても思考が
こびりついてる方はね、こういうことが起こる方が稀にやっぱりいらっしゃいます。結構ね、最近は聞かなくなったんですけども、まあ、そういう方がいらっしゃったらいけないのでね、ちょっと YouTube でフォローしたいなと思うんですけども、だからそういうふうにこう相手のことをこうお互いにね決めつけて話してるわけですよ。でもうこれはね、脳医学の分野とかいろんな分野でももうすでに言われていますけども、自分の見たいとこ、まあ、ラスというものがありますからね、自分の見たいものしか見れない、そこを重要だと思ってることしか見れないっていうふうに人間の我々の脳はなっています。だからその人をそうだと思ったらそこ以外見ることができなくなってるんですね。これが我々の思考の、まあ、システムなんですよね。でこれによってやっぱりね、相手の話聞けない、自分の思っているところ以外は聞けないんですね。だからよくね、会話がトンチンカンな人って言いますよね。全然投げかけたことと返ってくる言葉が違うとかね、そんなことを言ってないんだけどどうしてそういう返事になるんだろうとか、また自分自身もね、相手に投げかけられたことを正確に聞けずに受け、それを正確に返すことができなくなってしまうと、まあ、そうするとやっぱり会話成立しないですよね。でそうするとやっぱり嫌になってきますよね、お互いがね。もうこの人と話したくないと、聞いてないものと、ね、やっぱり人間って聞いてもらいたいものですから、そこに願いが願望が叶わないと、まあ、疲れてしまう、もうね、話したくもない聞きたくもないということになりますよね。でそれが全部自分が、思い込みで見ていたっていうことなんですよ、相手のことをね。もう実はそれだけなんです。だからそういうことを理解できる、要するに相手を見ている自分を俯瞰できる位置がこうミロスの位置で、その位置から見るとこんなことをしているから同じパターンになるんだなっていうことが分かっちゃうわけですよね。で、だからこのミロスの設計図、ね、があること、人間の設計図、この世界の設計図があることによって、この俯瞰することができる、ね、自分のことも相手のことも含めて見ることができるから、なぜこのことが起こるのか、なんでこのパターンになるのかということが理解ができる、ね、だから終わらすことができるということですね。ね、またね、いろんなブログとか、僕の LINE アットとかね、またいろんな情報を概要欄の方に貼り付けていますので、ぜひそちらもご覧になってください。ブログの方からね、僕がやっている、カリキュラムのね情報なども見れるようになっていますので、ぜひ、一度ご覧になってください。今日も最後まで見ていただいてありがとうございました。